本宮吉を走らせます。宮吉追いかける、おキーパー出てくる、飛び出し、キーパー空いてる、宮吉まずは縦に速いボールを入れてきました。宇高、荻原が外にいますが中に切り込んでいく。宇高低いボールで打ってきた、こぼれたボール、押し込んだ。宇高を狙ったボール、ここは叩いて武田、まだある、宮吉だ。中へ松田、前を向けるか、もう一度松田、右へ三沢、打ってきた、そして合わせて、ボールを入れていって弾き返してセカンドボール、バイ右を使って中に入れる、宇高の後ろから、ハーフタイムに選手たちを鼓舞しました。さあボールを上げていって、追いついた京都。そうだね、今複数の選択肢がある中で、はい、おっと宇高へのボール、あーっとピクトルかわされた、シュート、山崎が防いで、これが京都のディフェンスです。福岡から裏へ出したボール、松田天馬走っている、中には宮吉が呼んでいる、宮吉フリーで反応、2点目。縦に速いボールをつけて、オフサイドフラッグ上がらない、宮吉、宮吉ループシュートだー。